こんにちは、アスティンチャンネルです。今回ですね、チョコエッグのディズニーのマイリトルドールを紹介したいと思います。はい、じゃーん。ほー、ディズニーからこの可愛らしいの、チョコエッグを出してますマイリトルドールですね。私の小さな、人形です。おー、いいですね。はい、ラインナップは全部10種類ですね。で、どんなものかはこういう形です。おー、プーさんとかバズライサーとステッチがいいですねおー、アバターアプリもついてます。はい、で、さらに、吸盤でダイサー好きです。こういうふうに吸盤につければ立てられます。おー、スクエアマンドリー、かわいいですね。ピタッとピタッと、おー、はい、おー、かわいいですね。はい、これはまあまたポルタの製品ですね。チョコエッグです。はい、はい、今回は3つ買いました。はい、さあ、はい、狙いたいのはそのやっぱりアジンプーさんとか好きです。ステッチも好きです。はい、バツバイさんもいいですね。では、じゃあ早速開けましょう。おー、はい、チョコエッグです。はい、1個目です。あー、緑ですね。おー、チョコエッグ、じゃあ早速開けます。おー、いいですね。お、カタ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 音してますね。おー、では、じゃあ、はい、お、はい、おー、あ、おー、紫のピンクですね。ピンクの中、じゃあ1個目、何が、誰の、あ、誰でしょうか。はい、1、2、3、お、硬い、お、お、お、あ、あれ、9番です。あれ、ドナルド。じゃあ、あー、やっぱりドナルドだいいですね、アリキドナルド好き。おー、はい、パーツです。おー、はい、これがラインナップのシリーズですね。はい、今回は、あ、3番のドナルドダックですいいですね。やったー、かわいい。ちょっと、あ、機嫌が悪いドナルドですね。こう、顔が、目つきがちょっと、お、厳しい。はい、ラインナップです。お、あ、いいですね。お、はい、じゃあ、チクレット2つですね。すごいいいですね。はい、あ、サンディも欲しいですね。かわいい、いいですね。ステッチ、プーさん、おー、ロナルドだ。今回は3番です。あ、ジミーもあります。結構いいですね。もうラインナップはすごくいいです。グーフィーもいいですね。はい、ではまず、はい、ロナルドの組み立てしたいと思います。これ頭ですね。はい、帽子をつけて、はい、あと9番だけつければいいです。おい、ドナルドの、ほほー、マイリトルドール、ドナルドでーす。おー、かわいい。いいですね、ドナルドダック。やったー。かわいい。はい、では、じゃあ2個目開けましょう。はい、2個目でーす。おー、いいですね、サンディとか。まあ、もちろんミッキーとミニもいいですね。はい、では、おー、立派なチョコエッグです。はい、はい、ピンクですね。はい、2個目誰でしょうか。はい、さあ、1、2、3。おー、はい、あ、誰、ジミー。あ、リトルマーメイド、かわいい。おー、アリエルですね。あー、いいですね、かわいい。
はい、あるんです。おお、これね、はい、クオリティが高いですね。こう、はい、じゃじゃーん、かわいい。アリエルです。イエーイ、2個目はアリエルです。おお、いいですね。はい、お、3個目です。はい、3個目を開けます。じゃじゃーん、はい、はい、開けました。では、おお、はい、最後の誰をゲットするか、誰の人形ロールをゲット。1、3。おおお、あれ知らない。あ、エルサです。あ、エルサは知らないな。お、はい、エルサです。あ、いつまめと同じかもしれないですね。お、はい、はい、じゃあ9番つけます。はい、エルサです。おー、よくできてるんですね。細かい、はい、造形もいいし、塗装も結構綺麗です。はい、今回はゲット。はい、3つ、これお気に入りです、ロナウド。かわいいですね。はい、3つゲットしました。では今からターンテーブルで展示します。はい、チョコエッグのディズニーのマイリトルドールです。おー、まず今回アイテムゲットしたのは、はい、ドナルドダックです。あ、これお気に入りです。かわいい、ちょっとご機嫌が斜めの顔です。はい、次は、アリエルですね、リトルマーメイドの。おー、いいですね。3番目はエルサです。これもかわいいです。以上です。アリシンちゃんでした。今回はチョコエッグのディズニーのマイリトルドールを紹介しました。はい、じゃじゃーん、おー、デフォーメされた、まあ人形ですね。はい、ラインナップこういうようになってです。おー、新たに買えるのは誰でしょうか。はい、今回は3つ買いました。はい、じゃーん、今回アリシン会えたのは、はい、まずドナルドダックです。かわいいですね。お気に入りです。はい、はい、次はアリエルですね、リトルマーメイドの。おお、これかわいいです。はい、3番目はエルサです。おお、これで3人。お、はい、今回はゲットしました。はい、お気に入りはドナルドダックです。いいですね。おー、はい、あー、マスコットとしては、フィギュアとしてはよくできてますよ。結構クオリティが高い。おー、結構綺麗ですね、造形も塗装も。特にそのアリエルとエルサは髪型とか全部、洋服も結構綺麗にできてます。はい、でこれは吸盤がついてるので、まあの机とか、あの窓、ガラスにも付けられますね。はい、ということで、はい、ではチャンネル登録お願いします。またね、バイバーイ。